皆様こんにちは。今回は Google スプレッドシートでテキストを回転させる方法をご紹介させていただきます。 Google スプレッドシートではセルに入力したテキストを回転させて斜めなどに表示させることができます。活用方法は様々で特に決まってはいませんが、覚えておくと何かの役に立つ時があるかもしれません。Google スプレッドシートでテキストを回転させる方法は、回転させるテキストが入力されているセルを選択し、メニューバーのその他などに格納されているテキストの回転アイコンをクリックして、回転させる角度を指定するだけです。角度は定型の角度から選択できるほか、カスタム角度を選択して15度ごとに角度を細かく指定することもできます。またこのテキストの回転はスマートフォン版 Google スプレッドシートアプリでも2017年2月末のアップデートで行えるようになりました。 Google スプレッドシートのテキストの回転は配布用の表などを作成する際のアクセントとしても活用できるかと思います。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Google スプレッドシートでテキストを回転させる方法のご紹介でした。